もう着る？今日何回トイレ行ったの？5回ぐらい。5回？5回ぐらい。なんか前に比べてさ、まとまって寝れるようになったよ。お腹空いてた。お腹空いた？なんかね、前は1時間ごとだけど、うん、今は2時間とか3時間、3時間ごとに起きてる。5時、8時みたいな感じ。おお。3時、2時、8時。あ、ごめん。ね、今日天気いい？天気悪い？でもなんかちょっと暑いね。天気いいよ、暑い。暑い？うん。雨降らない？コーヒーと豆乳だよ。え、これでしょ？ゆいちゃんの。そう、紅茶。ちょっと温めようかな。さあ、上手に作れるかな？任せとけ。かわいい。こぼすんだよ、これ。ね、こぼさないで、マジで。ほんと、一日何杯コーヒー飲んでんの？いやー、でもねー、そんな言うて私今多くないと思うんだよね。3、4杯じゃない？3、4杯。その一杯がさ、なんか結構濃いよね。700ミリとか800ミリぐらい飲むじゃん。あ、そういうことか。そうそうそう、量が。あ、そっか。忘れてたら量飲んでたなと。そういうこと？うん。待ってるね。乾杯。乾杯。リト楽しみやね。お腹空いた。でもさ、今日さ、まあ、食べ豪華なさランチだからさ、あのお腹空かせていかないといけない。いつもずっと応援してくれてた方がお祝いに行って、ファンシップのお祝いで、そう、あのお二人にこれを送りたいと思ってたんですよって言っていただいたものです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。最近さ、気温上がってきてるじゃん。で、なんか夜中起きるじゃん、トイレで、うん、朝の5時でさ、もうめっちゃ明るすぎてさ、あの1回でもトイレに起きるとめっちゃ目覚めちゃうんだよね。あー、しかもなんかさ、体感温度がさめっちゃ上がってさ、最近さ少ししか暑くなってないと思うんだけど、みんなの体感、ゆうちゃんの長袖着てるじゃん。私ノースリーブなのにさ、マジで暑いんだよね。まだタンクトップとかに寝ててすごいなと思う。確かに。この野郎、私の前髪のセットの仕方はね、こう濡らす。準備できました。できました。今から着替えてデートに行きたいと思います。顔がパンパンだ。行ってきます。行ってきます。準備できた。今から行ってきます。銀座に着きました。今からお目当てのね、はい、レストランに向かいます。はい、今日はね、コース料理です。鉄板焼きに行きます。どうですか？今日ゆうちゃんに顔を褒められました。すごい。かわいい。かわいい？じゃあ行きまーす。すごい。トウモロコシと同じぐらいの野菜になります。アスパラガスに大阪の水ナス、さつまいもは紅はるか、甘みのあるさつまいもを用意しています。いただきますか？山芋と小さいカボチャです。水カボチャにパプリカになります。おいしそう。いい匂い。選べるらしい。行ってきます。超綺麗じゃない？すごいすごいすごい、幻想的じゃない？
確かに。あ、こちらも学校広いからこっちにするわ。いいんじゃない。真っ黒で全然顔が見えないけど、ちょっと。あのね、あのね、入る登場シーンが、登場シーンすごい。天気びっくりしてやっぱこっちからこっちに映るのが綺麗だよ。僕もの綺麗だよ、近所。なんかでかくない？でかい。わあ。なんか幻想的。だからアートっていうのね、ここ。スタバを買ったのでちょっと疲れたしお家に帰ります。楽しいデートでした。楽しいデートでした。いや、なんか久々だね。なんかお出かけする久々じゃない？おめかししてね、はい、そう、本当にやっぱ2人で最後のデートかも。楽しかったです。ごちそうさまでした。2人で最後のデートかもしれない ね。でもめっちゃ水族館笑ったよ。ちょっと面白い。水族館じゃない、水族館や、あれアートアカリウムでしょ。なんかどっちかというと美術館って書いてあった。ちょっと面白い写真撮ったからみんなに見てもらうね。どうぞ。じゃあまたね。